マドカ、なんか思い出せた？ずいぶん前のことだし。私たち5人が映っていたのは確かにこの建物ね。ねえ美咲、本当にここに来ればよかったのかな。写真の場所でも何も思い出せなかったし。もう帰ろう。私の言う通りにしてればいいの。まどかもあんな風になりたいの？そう、私たちを見てしまった。次は私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてね。そういえばこの感じ。どこに連れて行くの？連れて行かないで。これ美咲、美咲、ここに鍵があるかも。
部屋に戻りなさい。
美咲。誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。
私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともに蘇る記憶のかけら。この記憶は神隠しにあったうちの二人。まどかは美咲と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいこともあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか。そして失った記憶の先に何があるのか。
これは。
こっちだよ。